こんにちは、みくです。ちょっとね、母に今ココちゃんの洋服の型紙を作ってほしいって依頼してるんですけれども、まあ、それでサンプルを送ってくれてたんですね。で、修正点があるよ言って、返したら、すぐまた修正したものをね、サンプルを作って送ってくれました。今回はその試着で合ってる、はい、はい、しようかなと思います。今回はね、この2着送ってくれました。前回の修正版がこれですね。それ と、ラグランシャツも作ってみたから着てみてということで、はい、じゃあココさん、はい、出番ですよ。ココちゃん寝ました？寝るんじゃない、今から着るんでちゅう。かわいいな。修正版からじゃあいきましょう。ココさん、クンクンして。せめぎ合いですか、これは。クン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 、はい、いい感じ。手上げて。ちょっとあれよね、肩幅を詰めてもらったんだよね。そう、うん、よいしょ、ここじゃん。はい、あ、いいね。はい、手上げて。かわいいです。お、お上手、お上手。最高です。おお、いいんじゃない、いい感じじゃないですかね。あ、いいんじゃない、どう、肩幅。最高です。いいよね。首周りは、首周りも最高です。首は元からいいから。なんかお母さん的に袖の位置、袖の位置、はい、すっきり見えるか見てくる。すっきり見えるんじゃない、どうですか。袖の位置と首周りをもう一度確認お願いします。うん、袖の位置はすごくいいと思いますけどね。首もこんな感じになりました。うん、首どう、今これちょっと食後1時間ぐらい経ってるんですけど、うん、いいんじゃない、全然しんどそうでもない、すごくいいと思います。お母さん、ありがとう。じゃあこの服はこんな感じで、はい、これでもう完成かな。はい、はい、ありがとうございます。うん、ちょっとこれはきついかもね。ここがきつい、この、うんうんうん、腕、このムチムチが、ムチムチがちょっときついです。首周りもちょっときついかな。袖はいいと思うな。うん、見せて袖のこの濃いゆとりがあって、うん、袖のこの辺りはいいんだけど、このちょっとね、こうちゃん胸板が厚くて腕筋もパンパンなんですね。ちょっとムッチムチかもしれない。袖自体はきつくないけど、ここがきつい、この、うん、腕周りがちょっとパンパンです。ここがもうちょっと何センチか足してもらえたらありがたいかもしれないな。腕はいいけど、うん、胸周りパンパン、ちょっとパンパンだね。胴も、胴って このラインもちょっとムチムチです。ゆとりがない感じ。今生地が伸びるやつやからあれやけど、いいけど。で、逆にここはなんていうの、もうこれ、逆にここはいい感じです。ただちょっとお腹の下こんな感じなんだけど、ここのお腹のラインがこの辺やった方が嬉しいかもしれない。お母さん、開いてる。そうここが開いちゃってるって感じ。うん、で着丈、ここはちょうどいい。着丈はすごくいいと思います。もうちょっと長くてもいいぐらいかな。ほんと指2本分ぐらい長くてもいいかもしれない。で、あとなんて書いてある、メモには。だから、はい、今回はここの腕周り、胸周りがパンパンなことと、ここがもうちょっと長さが欲しいっていうのと、もうちょっとあと気持ち 1.5 センチから2センチ着丈があってもいいかもしれないなって感じかな。はい、横から見せて、ここじゃん。あら、すごい、あら、かわいい。でもすごいね、このラインとか、これまずサンプルだからこれだけど、柄が入ったらすごいかわいいよね。うん、はい、ということです。はい、ここさん、脱ぎ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。首周りもう一回いいか。首はいいと思ったけど、もっと入るし、うん、かといって緩くないし。なるほどね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ココさん、お疲れ様でした。はい、お母さん、ありがとう。じゃあこれちょっとまた動画を見ながら、ちょっと型紙調整お願いします。はい、ということでですね、この2着、サンプル送ってもらいました。もうこっちの方はもうこれで完成でいいんじゃないかなっていうぐらい、本当にぴったり、こうちゃん今ゲップしたね。本当にぴったりやってもらっております。お母さん、ありがとう。これで型紙お願いします。で、こっちの方はね、ちょっと何点か修正お願いしたい部分があったんですけど、まあ、これちょっとオリジナルでね、やったらすごい可愛い柄つけて、ね、こうちゃんオリジナルのシャツができそうな感じです。お母さん、ありがとう。しかもこれ頼んでないのに
お母さん、こんなのもどうって送ってくれてありがとう。うん、ありがとうということで、うん、ちょっとね、これからも引き続き頑張ってもらわないといけないんですけど、お母さんよろしくお願いします。はい、ということで、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた、おからーん。